はい、皆さんこんにちは、マイクです。今日はですね、じゃん、認知症を学び地域で支えようということでですね、認知症のサポーター養成講座、そういったものを受けてきました。それで、まあ、もう社会問題化してますよね。認知症の方に対しての、我々の若い世代も含めてですね、認知症の方に対しての、対応の仕方ですとか、ケアの仕方ですとか、で、一緒に暮らしているご家族も含めてですね、地域の方々、それから、あと、ショッピングモールですとか、から、まあそういった、観光庁のですね、その職員の方々、もう広くですね、こういう、認知症に対してのサポートといいますかね、その、認知症の方の理解をより深めるための講座というものがですね、この国を挙げてですね、今、盛んに行われてます。で、これ市町村によってですね、受講されてる方はまちまちなんですけども、もう小学生の方から、お年寄りの方まで、幅広い年齢の方、そういった、人たちがですね、こう、受講されてるということで、で、受講をですね、終了しますと、こういったようなですね、リング、ロバのマークがついてるんですけども、ロバのマークがついてたり、そうですね。で、こう、オレンジのリング、腕にはめるんですけども、こういったものをですね、腕にはめて、街の中でですね、これはめてる人は、認知症サポーターとしてのですね、受講されて、認知症の方に対しての対応ですとか、そういったものに、の知識があるということで、ね、何らかの手助けに、相談とかができると。そういう形になります。これをですね、受講してきましたので、まあ、早速ですね、これから社会貢献という意味でですね、近隣の方とかですね、郊外出かけた時にでもですね、こういうのも、持参してですね、はめて、街の中をですね、歩いたりする時にも、このオレンジのリングを見かけたら、まあ、認知症の方にですね、何らかの対応は、一般の方よりも多少のその理解度があるということでですね、安心して相談をしたり、まあ、積極的に、まあ、このリングを目印にですね、活用するということのためにはなると思います。で、認知症の方、ですけど、程度もいろいろあるんですけども、まずですね、ここに認知症を理解するってことから始めるということですね。もう理解すると言ってでもですね、普通の生活ができなくなるまでの、重度の認知症の方もありますし、軽めの認知症の方もあります。で、いろんな段階を経てですね、ひどくなっていく方も見えますので、それについてですね、まあ、いろいろこう、細かくですね、いろいろこう、医学的にですね、もう分かってることとか、そういったこと、研究されてることが、いろいろ書いてあるんですけども、まあ、脳の働きが、だんだんこう、若い時は、この、イソギンチャクのような、この職種でもって、重要な事柄と、そうでない事柄と、
振り分けてですね、重要な言葉だけ、ことごとをこう、脳の中にこう取り入れてて、記憶ですよね、記憶することができるんですけども、だん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 こう、年を得ることによってですね、この触手が短くなっていってくるわけですよね。そういうふうに考えられてて、で、認知症が発症しますとですね、触手がほとんどないので、昔のことのその記憶と、新しい記録がどん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 こう、漏れていってですね、昔の記憶さえもこう漏れていってしまって、脳の中でそう覚えていることが少なくなってきてしまうという、こういう仕組みになっているというふうに考えられているみたいなんですよ。なので、こういう状態になった方にですね、いくらこうですよ、ああですよ、というふうに言ったところでですね、なかなか、取り入れてもらうのは難しくてですね、今の現状ではですね、認知症を治すということは、かなり難しいということですね。そういうふうに言われてますよね。なのでですね、結局のところですね、認知症を遅らせることもできるそうなんですけども、それにはやっぱり周りの方の、理解が必要で、よく精神疾患とかの方のような形の、症状も、やっぱり併発したりするんですね。そういう方たちに対して強い言葉で接したりから、その人たちの言うことを完全に否定したりするような文言をですね、日常生活で発しますと、その方はますます萎縮して、さらに症状が重くなってしまうと。そういったこともありますね。認知症の方も同じように、とにかく、その認知症の方と接するときには、まずは笑顔で、しかも正面で、後ろから急にドンとついて、おいとかっていうことではなくて、正面に向かって、相手をとにかく安心させることが第一条件ですね。その後、その話をよく聞いてあげると。で、その話していることに対して、全否定はしない。絶対にしない。それよりも、その話が完全におかしな話であったとしたら、なおさら全否定はせずに、その代わり、そのサポートをする方はですね、その方の、言っていることの内容とは全く別のですね、話題に、すり替えてあげる。誘導してってあげる。例えばですね、ご飯を食べました。で、ご飯終わりました。で、家の人が、お嫁さんなり、お孫さんなりが、息子さんなりが、茶碗を洗ったりしてますよね。お勝手で、食事の後片付けをしたりします。そしたらですね、また、お年寄りの認知症の方が、お腹が空いた。まだ食べてないから、食べさせて、ね、食事はまだなの。そんなようなことを聞いてくる場合があったとします。そうした時にはですね、もう迷わずですね、とにかく、その認知症の方をちょっと落ち着かせてですね、例えば、ソファに座るなり、椅子に座るなりして、で、お茶を差し上げて、ね、それから前にテレビがあったんだら、テレビで他の、お年寄りの方の、認知症の方の、好きなテレビとかをつけて、話を完全にそらしてあげる。そうすると、知らないうちに食事のことは忘れてくれるので、そういうのはすごく有効な対処の仕方。とにかく否定はしない。否定はしないけども、それを肯定してしまうと、また食事を与えることになってしまうので、それはよくはありませんので、何度も食べるということは、でもすぐ忘れてしまうので、全く違う話題に
すり替えてしまうと。そういうテクニックをですね、実践していただければいいのかなっていうことで、まあ、講習ではですね、そういった具体例も合わせてですね、話をしました。はい。それですね、やっぱり、地域の方ですね、例えば、徘徊ですよね。徘徊されてる、ね、認知症の方っていうのもものすごく多くてですね、実際私の住んでる場所ところでも、身近にあります、町内の人の誰々さんが、行方不明になりましたと、ということで、で、いろんな人が、近所の人がですね、集まって探したこともありました。で自分たちが思ってるよりも遠くへ行っていたと。で、その方は、無事保護されたのですけれども、もう今から何時間、1時間前にいなくなった、例えばいなくなったとして、1時間で歩ける距離って、あの方だったら、そこぐらいまでだよね、なんていう、ね、ことを計算してですね、ある程度こう、地域を、地図上でですね、この辺ぐらいまでを重点的に探そうなんていうふうに言って、皆さんでこうね、探したこともありましたけど、実はですね、結果、どうなったと思いますか？ですね、その方はですね、実際に会ったんですけども、もう、遥か遠くに行ってました。はい。もう、全然私たちの想像を超えるような距離をもうすでに歩かれてたんですよね。どういう、基準でですね、探したらいいかっていうのがもう、はっきりと見えてこないですね。もう、こうなるとですね。実際には、自分たちが思ってた距離よりも、はるか遠くに、で、発見されました。はい。もう、そういったことも多くありますので、まずはですね、とにかくですね、近所の方がですね、やっぱり目を見張ってたり、見張ってるっていうか、ちょっと気にしてたりすると、予防にもなりますし、家と反対方向に向かって歩いてたら、ちょっと声かけてあげて、どこ行かれるんですか？なんていうふうに声かけてあげたら、家に帰る途中なんですよ、みたいなことを、もしその方がおっしゃったらですね、反対方向なので、ってことで、ちょっとそこでですね、起点を聞かせてですね、その方と一緒に、じゃあ私も家に帰りますんでってことで、方向転換させてあげて、まあ、無事を送り届けるような、まあ、そんなようなサポートっていうのも、やっぱり必要なのかなって思います。はい。で、最後にですね、やっぱり人格をですね、完全に否定しないということが大事です。はい。で、これはですね、やっぱり、その方自身のプライドっていうものももちろんありますので、自尊心とかを傷つけてしまうと、ますますこの、いじめに遭ってるような、そういうような被害妄想にかかる可能性もあります。はい、実際にそういうような、なりかねないのでですね、だから、優しく笑顔で接するということと、それから、全否定はしないということ。だから、もし、難しい、おっしゃられてることが難しいことであれば、その実践することが難しいことであれば、話を完全にそらす。もうそういうふうに誘導するという、そういうテクニックをですね、使っていただいて、とにかく、認知症の方のですね、生活をですね、フォローするということが、すごく大事だと思います。はい。そういうふうに思っています。こういうテキストが、中でいろいろこう、ありますし、国のホームページでも、具体的な、治療ですとか、から、事例ですよね。うん。ケースバイケースの事例で、コンビニでアルバイトしてる方
いらっしゃると思うんですけども、今ご視聴されてる中でも、いると思うんですけども、やっぱレジのところでもですね、認知症の方が、財布を出して、いくらか、細かい数字が出るじゃないですか。みんなもう、何十何円ですとか、555円ですとか、そういったことでね、そういうレジのその金額になった場合、お買い物の金額になった場合でもですね、555円を小銭に入ってたとしてもですね、それがもう計算が自分でちょっとできなくなったっていうことですね、大きなお金でレジを払ってくる、そういうこともあると思うんですよ。その時はですね、もしその方がその小銭をたくさんこう財布の中に持っているような状態が見受けられるんでしたら、そのレジの方はちょっと一呼吸を置いて優しい言葉でですね、小銭を持ちでしたら私が計算しますのでってことで、一度こちらの方にバケットをですね出してあげて、こちらに小銭ちょっと出していただけますかってことで出してもらってですね、でそれでレジの方が足りる分だけですね、小銭をこう振り分けてですね、じゃあこれだけありましたんでってことでいただきますということで、あと残った小銭をですね、おばあさん、すみません、おばあさんじゃなくて認知症の方にですね、ちょっとこうお返しするような形で、そうすればですね、ちょっとスムーズな、いい対応かなと思います。そういったことがですね、細かいことなんですけども、大事なんだということをもう認識したことになります。はい。これでですね、認知症の方に対してですね、どのようなね、お手伝いがこれからできるんだろうか、そういったこともね、すごく課題にはなるんですけども、まだまだ、ね、不十分なんですね。分かっていることも、医学的に分かっていることもまだ少ないでしょうし、じゃあどういう治療がいいのか、治療法も確立されてないですし、治るということもちょっと難しい。だけども進行させることを遅らせることは、周りの人のケアによってその人の精神状態をですね、安定的にね、生活ができるようなケアをすることによってですね、サポートをすることによって、その進行は遅らせることができると、そういったことまでは分かってるみたいなんです。はい。まあ、そういうことで、今回はこの認知症のことで、講座を受けてきましたので、そのことの、復習と言いますかね、私なりの復習と、それから私なりの理解で、皆さんにお伝えしたいことをですね、公開動画として、上げさせていただきました。またですね、こういう、ことをですね、自己啓発も含めてですね、地域のこれからの超高齢化社会ですね、少子化で、高齢化で、税金がとかですね、いろんな地域のことがとか、過疎化とか、買い物難民とかですね、いろいろ運転免許の返上もそうですけど、含めてですね、社会問題っていうものはもう切り離せないものにもいよいよなってきてますので、なんとかなるというような状態でない、その赤信号がもう点滅している状態なんですよね。なので、そういったことも含めてですね、こういう YouTube で私なりに発信できることがあれば、車とかそのアウトドアから歌を歌ったりすることですね、そういうこともやりたいんですけども、やっぱりこういう YouTube でですね、皆さんに知っていただくことができればですね、少し意味がある活動なのかなと思って、今回動画を上げさせていただきました。それでは、この辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。
もしよろしければ、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。失礼いたします。マイクでした。